見に来てくれてありがとう。歯科技工士のタカポンです。今日はあれだ、技工で、まあ技工っていうか、まあ、まあ他の仕事もそうだけど、あんまし全部をできるようにするっていうのはよした方がいい、うん、俺もう新人で入って3ヶ月目には前奏漏れで、もう1年目にはもう金属職バリバリやってたぐらい、うん、最初の3年ぐらいはすげえ何でもできたの、もう覚えるのが早かったの、うん、でそれってすげえめんどくせえんだよ、すげえ大変なの、常になんか忙しいところに回されんだよ、超めんどくせえ、ずっと忙しいんだから、そんでずっと次の日何やっか分かんねえ、うん、予定が立たねえ、だからもう一日一日やりきんねえとダメなの、うん、残せねえんだ仕事、超大変だったぞ、うん、空っぽでもうずっと暇な人とかいっぺ、うん、それしかできねえ、やだよな、ずっと忙しい、ずっと忙しいからっつって給料がいいかっつって、そういうわけでもねえべ、そんでどっかに特化してるわけでもねえから、そこまで技術はねえんだよ、もう今でもそうだ、俺はなんだ広く浅く、器用貧乏っていうのは、うん、なんかこれだっていうのは俺にはねえんだよな他の会社行ってもなんかそんな感じだったな、開業する前の会社もそう、誰がのクレーム対応とかもうそこまでやってたからな、何でもできっと、すげえ大変な、自分の仕事何やってんのかさっぱりわかんねえ、なんかな、特化してやりたかったな、もう遅いけど、どっかずっとそれだけ特化してたら多分まあ開業はしてねえだろうな、同じ会社にずっといたかもしんねえな、忙しすぎだよ、何でもできる、まあ趣味もな、何でもできるって感じだよな、ギターとかフルートとかな、中途半端にできる、中途半端にな、だからってすげえ上手いわけでもねえべ、スポーツもそうだよな、マラソンだからトライアスロンとかってすげえ中途半端なんだ、中途半端だよな、まあ今のラボもそんな感じか、まあノークラスプがいっぱい出てるから、まあ、いいけどな、まあ器用貧乏は大変だよ、中途半端に何でもできるかな、だから自動車修理とかもできるんだもん、そう俺、あとバイクとか全部エンジンからピストンから 何から何までバランして何か見立てたりな、そういうのできるかな、だからそれが商売になったっていうとそういうわけでもねえしな、商売になんねえんだよな、だから全部中途半端だから何もできねえんだ、肝心なところは分かんない、まあ、気候もそうだ、特化してねえっていうのは大変だぞ、まあそういうことだ、これじゃあな